この車の回転数は一体何 RPM になっているでしょう。このタコメーターから読み取ると、まあ、大体1100いかないぐらいですかね。どうですか。多分皆さんもそういう感じに読み取ると思うんですが、実は運転席のタコメーターの回転数でアイドリング回転数を合わせてはいけないらしいんです。さあ、というわけで今回アイドリングの回転数を合わせていくんですが、この R ビット今の回転数は1000から1025ぐらいです。で、 RB26 というか BNR3433 も3人も一緒かな、は回転数の基準値、アイドリング回転数の基準値は950プラスマイナス25なんです。で、アイドリング回転数のアイドル回転数の合わせ方を整備要領書で見ると、こっちのタコメーターじゃなくて、この診断器をつないだ時に見える日産コンサルト側で見えてる回転数を基準にしてくださいということなんで、ここで950プラスマイナス25が基準値になるみたいです。でですね、まあ、今まではだいたい950のプラスマイナス25になってたんですけど、前回O2 センサーを交換した時に、交換した後からどうやらこの、まあ、今完全暖気後になってて、まあ、大体こんくらいなんですけど、油温と水温が完全暖気後になってる状態で回転数が1025、まあ、大体50ちょい上がっちゃったわけですね。調子いい時は大体1050ぐらいで安定してるんで、大体、まあ、100から75ぐらい上がっちゃったというわけなんで、今回は回転数の調整をしていきたいと思います。で、回転数の調整は非常に簡単です。で、今回は正しい回転数の調整の仕方を整備要領書に書いてある通りやっていきたいと思います。というわけで早速作業にかかっていきます。これは調査の必要ありね。さあ、どうでしょう、変わりましたか。メーター読みではちょっと下がったかなっていう感じですよね。まあほぼ、まあ分かるっちゃ分かるかな。あとはエンジンの回転数が下がったんで、エンジン音が若干静かになりました。はい、でこっちです、コンサルト側ではほらぴったし950プラスマイナス25の範囲に今収まっています。さあ、というわけで皆さんもぜひこの回転数ね、タコメーターではなく日産コンサルト側の診断コネクタ側の数値を信用して見ていってください。あ、変わったね。インジェクターの改便率が 1.3% になりました。 0.1 下がりましたね、アイドル調整したら。あ、なんだ、締めにかかってたのに今下がったね。ここの数値、あ、 1.4 になる。 1.3、 O2 センサー交換する前はだいたい 1.4 から 1.5 ぐらい、フル暖気状態でも。この回転数ももちろん950プラスマイナス25ぐらいで 1.4 から 1.5 ぐらい、まあ 1.4 ぐらいですね、大体だったんですけど、 O2 センサー交換してアイドリングを調整した結果、インジェクターの改便率が 1.3% まで落ちましたね。これは燃焼効率が上がったのかな。同じ回転数でインジェクター改便率が下がってるってことは。
じゃあ O2 センサー交換した意味もおそらくあったんでしょうね。今、まあ、0.04 O2 センサーの値が、まあ、激しくは動いてませんが、クランプしてるんで、まあいいんでしょうね。低いところでクランプしてるんで、うん、変わりました。はい、というわけで今回これで若干燃費が良くなるんでしょうね。もう渋滞が多いんでストップ&ゴーとっていうか、なんだ、アイドリングしてる状態が長いのかな。基本的には信号で止まってるんで、その際の燃料消化噴射率が若干下がったってことは、ちょっと燃費に貢献したことでしょう。さあ、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。今回はね、クイックな動画になりました。というわけでお疲れした。バイバイ。